孫策を襲ったのは曹操と通じた虚構の一味であった。孫吾の将らはこれを退けるも、戦での傷が元で孫策が倒れる。これを受け孫策に工事を託された孫権は周瑜と協議、孫策の命を最優先とし巨匠への進攻を断念した。この異変を聞いた孫策の妻大凶は夫の身を案じ軍営へと急行。しかし孫策は原因不明の病に伏し、生死の境をさまよっていた。周瑜はこれを先の戦に現れた同志宇吉の呪術によると判断。そのまじないを断つべく宇吉が住まう遊郷へと足を踏み入れる。幻惑の地に向かう周瑜、孫権、大凶、太子寺。孫策を失いたくない。彼らの思いは一つであった。孫吾の知遊が怪異なる敵に挑む。後を頼む。そうは言われたが、私には兄上なくして孫吾など考えられん。兄上を死なせるわけにはいかない。まじないなどこの私が立つ。作人様、ずっとうなされてるみたい。早く宇吉を倒して兄様を助けなきゃ。俺は孫策殿に惚れ込んで今ここにいる。こんなところであの怪談寺を死なせてなるか。己、邪悪なる宇吉とやら、この俺が必ず打ち砕いてやる。姉上、孫策の容体は変わりません。もうずっとうなされてばかりで、宇吉という名を呼んでいました。ものすごく苦しそうな怖い声で。やはりあれはただの傷ではなさそうです。おそらくは宇吉なる同志のまじない。まじない？そんな。いえ、むしろ希望があります。まじないなら術者を打てば消えるかと。宇吉という人を撃てば。わかりました、私もご一緒します。なりません。どのような危険があるか。ご一緒します。まったく似た者夫婦ですね。一度言い出したら決して引かない。わかりました、共に行きましょう。しかしくれぐれもお気をつけて。宇吉なる同志を撃ち、孫策へのまじないを断つ。全軍、城内へ進軍せよ。私は本陣に守るわ。みんな、無理せずお願いね。Thank you.
では奴にかけた術は弱まってしまう。見せつけてくれますな。
お見事です。ここが最深部か。ならば浮津も近いはず。だが焦りは禁物だ。別動隊の到着を待とう。やはり引かぬか。ならばウヌラにはここで死んでもらおう。注意、そちらにウキツはいたか。いたのはどれと手応えのない幻だった。孫作のまじないを変え本体を倒せなかった。お前ら、そう無理すんじゃねえぜ。俺は、もう天下を取るのはやめたんだ。
昇波を生かしたいか。あの力はソーランを糧とし、いずれ天下を。黙れ！貴様の妄言など知るか。私たちは兄上が必要なのだ。ウヌラもそうやって乱世を深める愚か者か。これもまやかしというのか。だが、奴が放っていた禍々しい気配は消えた。なるほど。奴の存在そのものがまじないだったということか。ならば、それが消えたことで孫策も救われるだろう。さあ、皆孫策のもとへ帰ろう。かけちまったな。本当です。でもよかった。兄上、これからはまた兄上のもとで戦えるのですね。いや、バリ、まだ体に力が入らねえ。それに俺は後を頼んだって言ったろ、ケン。ですが。悪いな、もう少し寝かせてくれ。シュウ、剣を頼んだぜ。やるしかあるまい。